はい、今回のこの動画では、広告アカウントの支払い設定について、解説をいたします。ではまずこちら、この Facebook のロゴマークをクリックしていただくと、まあ、こういったトップページが、表示されますので、そちらから、広告アカウント、ね、作成した広告アカウントの、このアカウント名をクリックしてください。で続いてこちらの画面が、表示されるんですが、この、広告アカウントの支払い設定は、広告マネージャーで設定できますとあるので、こちらの、文言をクリックしてください。はい。で続いてこちらの、支払い設定ですね。こちらをクリックしてください。でこちらの、支払い設定から、支払い方法を追加、こちらをクリックしてください。でこちらから、カード番号と、まあ、有効期限、セキュリティコード、こちらを打ち込んでいただいて、次を押してみてください。で次の画面ちょっと進むことができないんですけど、あとは画面に沿っていただければ設定できるかと思うので、まあ、こちらで設定を、してみてください。はい、今回のこの動画は以上になります。